決勝です。愛知県記録は2013年愛知陸橋中野くんの45秒62、大会記録は2013年法政大学高田くんの46秒74です。準決勝3組ございます。各組2着までと3着以下、状態の2名が決勝進出です。それでは準決勝第1組です。第1レーン平田くん津島高校、第2レーンを受けます。第3レーン中川くん駿河台大学、第4レーン岡田くん中京大学、第5レーン篠原くん愛工大名電高校、第6レーン市川くん同志社大学、第7レーン総部くん中京大学、第8レーン天野くん愛知教育大学、7名の出場です。男子 400m 競走準決勝第1組決定です。ご覧ください。